パート3です。天笠雅彦にフォーカスを当てています。パート2では、早々と出所し、憲兵の庇護のもと、東北の温泉で一休みしている天笠さん、そんなところまで話が及びました。時代はもう昭和になる頃だと思います。お願いいたします。はい。そのまあ、温泉にいたんですけど、まあ結局その新聞記者がですね、まあ自分の子供を連れて温泉客だっていう体を装ってですね、まあその天笠の当宿してた旅館に来て、でまあ結局、天笠は偽名使ってたんですけど、まあその偽名も結局バレてしまって、で、独占インタビューみたいなことすれば、まあわかるじゃないですか。人が殺到するじゃないですか、当然。天笠に話聞こう、天笠に話聞こうっていうことになるんで、まあこれはまずいと。まあいうことで、1927年の7月から彼、フランスに留学しました。なんかいいご身分じゃないですか。いやだから、なんてフランスに留学できるんだよって話になるじゃないですか。まあ当然これ陸軍の予算ってことになるんで。でまあ、フランスは当然その、まあね、当時の陸軍軍人からすれば、まあなんだろうな、その、ね、優秀な人の留学先ってことになるんで、彼の陸士の同期で、住田雷四郎っていうのがいるんですよ。はい、で、その人がちょうど、まあ、フランスの、まあ、要は陸軍大学校に留学してる最中だったんですよ。まあ、多分そこら辺も配慮されたんでしょう、ね。うん。で、一応よ、はい、あと。パリに行く、いた頃はさっきの住田さんが、おう、天笠来たかって感じで、いろいろ世話もしたんでしょうね。うん、まあ、だからそこら辺も含めて、まあ、で、この住田はまあ、すぐ帰国しちゃうんですけど、その後も、なんか彼の面倒を見る、まあ、その、なんですかね、大使館の隊付きの軍人みたいなのがいるんで、まあ、ただね、陸軍幼年学校ってフランス語とかこれやるんですよ、実は。あの、勉強するから、まあ、だからそれで問題ないだろうっていうことで、フランスにってことになるんだけど、まあ、かなり問題あったみたいね。彼自身はやっぱフランス語なんて全然できないから、まあなんて言うんですか。相手にされない。だから、なんですか、こう片言のフランス語で喋りかけても、全然フランス人こう応じてくれないみたいな。で、なんかこう、ノーみたいなこと言われて。人種差別もされるでしょうね。そうそうそう。だから彼ってさ、その一般に理解されてるのは、その陸軍の中枢で、例えばその天笠事件を起こした後も陸軍が庇護してくれて、で、満州行って悪いことやったとんでもないやつなんだろうみたいな風に、多分一般の人って多分天笠を知ってたとしてもそういう理解だと思うんですよ。ところが、ここまでの人生の経過、彼のこう経過を見てくると、陸軍。むしろ天笠さんも被害者みたいな気がしてきました。そう。陸軍歩兵課で頑張ろうと思ったら落馬して怪我して、このちなみに落馬のこの膝の怪我も相当重傷だったみたいで、これね、記録見たら1年ぐらい休んでるんですよ。実は。休職1年ぐらい。で、しかもその後、憲兵に転じても、だから憲兵っていうのは結局陸軍の中では、ああ、憲兵ね、みたいな感じで、やばいやばい気をつけようぜ、とかっていう普通の軍人だったらやっぱなるわけじゃないですか。で、その後、職務とはいえ、天笠が大杉を捕まえて、検索して、で、多分、まあ、これは僕の推測ですけど、天笠は知らなかったと思うんですよね、多分。自分が捕まえてきたやつが気がついたらなんか誰かによってぶん殴られて殺されてたぐらいの感じだと思うんですよ。で、ところが、これ実は、天笠って、これ、捕まえてこいって言われてるんですよ。大杉を、その、あいつ怪しい動きするかもしれないから、検索してこいって、これ、宇垣から言われてるんですよ、ちなみに。宇垣一成陸軍次官の命令で、その、まあ、アナーキストの大物、大杉栄捕まえてきて、で、とりあえずは引き渡したら、気がついたら死んでた。まあ、もちろん彼を別に擁護するのは僕は全くないんだけどね。けど、その後ね、いや、これは陸軍の組織的犯行ってことになったら当然問題があるから、天笠君、わかってるよね。っていうようなことを言われて、まあ、罪かぶって、で、仮出所するじゃないですか。でも当然何かっていうともう、逃避行のような生活を送らなきゃいけないわけですよね。だって注目浴びて、ついうっかり喋っちゃうなんて、これ人間は当然あるわけだから。で、また、この天笠っていうのは結構人間らしいところがありますからね。うん。憲兵の庇護と言いながら、憲兵は天笠が余計なことしないように見張ってもいるわけですね。そうそうそう。だから、これ消されてもおかしくないわけですよね。
変な言い方すれば。けどこれ、アマカスを消しちゃうと、もうなおさらやばいってことになるじゃないですか。ああ、はいはい、憲兵の犯行ねってなるから、言い方よくないけど、アマカスを消すこともできないみたいですか。じゃあもうどっか遠いところで、なんかそれこそパリでいてほしいってことですね。そう。で、まあ言い方よくないけど、そのなんかパリかなんかで、なんか悪い病気でももらって死んでくれればいいんじゃねえかなぐらいに、絶対思ってるんですよ。で、それは、アマカス自身だってわかるじゃないですか、そんなことは。だって。ああ、俺は今、厄介者扱いされてるんだなってことだね。そう。自分が望んだわけでもないのにさ。ひょっとしたら自分何にもやってないのにさ、で。そう。うん。あの時被ったの俺だぞっていう、うん、言いたくなるぞと、新聞記者来いやと、もう今のガーシーみたいになんかやっちゃうぞと、うん、でけどね、彼の悲しいのが何かっていうと、じゃあなんでそれをしないんですかってなるじゃないですか。彼ゴリゴリの国家主義者ですから。だからここは彼の悲しいところなんです。大杉栄は死ねぐらいに思ってる。伊藤の絵なんてとんでもない女だぐらいに彼自身はこれ思想としては思ってるんです。で、そうすると、やっぱり彼にとっては、陸軍っていうのが組織がきちんと維持されることが、やっぱ大事なわけじゃないですか。なんでかって言ったら、だからそういう陸軍とか、まあ、憲兵とかっていうのは、やっぱりそのね、社会主義と対峙する組織だから。で、そうすると、その組織をぶっ壊すような、だから、わかりますよね。宇垣陸軍次官にそういうこと言い含められたんだよね、なんて新聞記者にこれ報道、ね、話そうもんなら、もうこれは陸軍崩壊ですよ。それもね。陸軍としても天笠をヒヤヒヤしながら見てるってことですね。そうそうそう。で、けど、多分確信もあったと思うんですよ。天笠なら喋らん。あいつはゴリゴリの国家主義者で俺たちと考え方に似ている。もし喋りそうで本当にやばいと思ったら、獄中がどこかで消したでしょうね。そう。うん。だそこら辺は多分、アマカスに対する周りの人間の信頼みたいなのあったんでしょうね。あいつなら喋らんぞっていう。だからそこから、まあ、要は、パリ。けどこれパリで、まあ要は全然いい生活なんか送れないわけですよ。要は。で、彼、これ有名な話なんですけど、で、これ支援金お金は出てるんだけど、だん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 生活苦しくなる。なんでかっていうと、競馬。はい。フランスだから。フランスって、まあ、ご存知かどうかわかんないですけど、フランスは競馬がすごい盛んなところだから。でも、ギャンブルで金使いまくってた。ストレスかかってんだ、かかってたんだね。うん。そう。って見ると、意外と天笠正彦の、また違った側面っていうのが、こう見えてくるぞ。で、それから、こういうふうに考えてから、この後ちなみにフランスから日本に戻ってきて、で、すぐ満州に行く。で、彼、満州で、まあ、それがどこまで彼の親権だったか知りませんけど、その五族共和とかっていう、その満州国っていう国の、まあ、その理念みたいなものを強く彼は、まあ、その彼はクソ真面目な人間だからね、そういう理念とかをリアルにっていう話にもなるんだけど、なんか分からなくはないですよ。では先生、その、満州時代の天笠に話を持っていくことにしましょう。